広場からウィーン美術史美術館にある1845年頃のホーフブルク宮殿模型連邦大統領皇帝、新宮殿ホーフブルク宮殿は、オーストリアのウィーン中央にある元皇宮宮殿。第二次ウィーン法維持の残酷とウィーン紙壁とホーフブルク宮殿現在この中には、オーストリアの連邦大統領の皇帝や、欧州安全保障協力機構の常設会議場、 オーストリア国立図書館、シシー博物館、イベントスペース等が置かれている。640年にわたりハプスブルク家の政治中枢であり、居城であった宮殿で、ホーフブルク王宮とも呼ばれる。シェーンブルン宮殿が夏の離宮で、こちらは冬の思考宮として使用された。ハプスブルク家の歴代オーストリア皇帝が住んでいた宮殿であり、広大な敷地内には、 旧王宮や新王宮、オーストリア国立図書館、アウグスティナー教会、アルベルティーナ美術館、王宮庭園、乗馬学校、スイス宮などが立ち並ぶ。13世紀頃にオーストリア公国工場として、オーストリア公オタカル二世によって建てられたと言われている。その後、オタカル二世が新生ローマ皇帝ルドルフ一世に敗れ、 ハプスブルク家の居城建工具となった。その後も増改築を繰り返し、今の姿となった。それから、新生ローマ帝国、そしてオーストリア・ハンガリー帝国の皇帝の宮殿、そしてウィーンの死壁の一部として使用された。1278年から1918年の間は、ハプスブルク家の居城と権力の中心であり、 豊富武力で生まれた歴史的人物の中には、マリー・アントワネット、マリア・レオポルディナでアウストリアらがある。2600室以上の客室を有すと言われ、20ヘクタールの面積を占める建築の壮大さと大きな庭園が存在する。1938年、新宮殿のテラスでアドルフ・ヒトラーがオーストリア併合を宣言した。1945年以降は、 オーストリア大統領皇帝、教会、美術館、図書館などが入った複合施設となっている。今日、広大な複合施設には、オーストリア国立図書館、スペイン乗馬学校、オーストリア大統領の官邸オーストリア国立博物館があり、その中には、ウィーン会議で使用された部屋、そして約7世紀の知世の間に、ハプスブルク家によって蓄積された、 神聖な宝物や芸術作品のコレクションが収められた。ホーフブルク宮殿の図解植物建造年代、13世紀17世紀18世紀19世紀20世紀宮殿は、様々な建物が増築された複合建築物となっている。ウィーンの中心部に位置し、宮殿と庭園の複合を形成している。最寄り駅は、ウィーン地下鉄三号線。 ヘレンが正紀、ありがとうございます。